間違い探しです。上と下にそれぞれ5つ合計10の間違いを探しましょう。制限時間は約2分です。それではスタート。もうすぐ画面が変わります。下の画面の5つの間違いを探しましょう。もうすぐ終わります。回答です。すべての間違いを見つけましたか？他の間違い探しにも挑戦してくださいね。